DAF CFUNIFIL オランダ部隊が使用する DAF IP-408DAF はオランダのアイント方編本拠地を置くヨーロッパの著名な自動車メーカーである。数回の社名変更と会社再編を経て現在はトラックのみを生産する DAF トラックとなっている。1928年にハブバンドーンが自動車修理工場コマンディテアベンチャップハブバンドーン S, S マシナホブリックとして創設し、1949年に商用車の生産を開始した。その際に社名をファンドーム S アナンワガンファブリックに変更し、以後は略称のダフが消費者に知られることとなる。ついで1958年に乗用車の生産を開始したが、乗用車部門は1975年までにボルボに買収、吸収された。 1987年に DAF はレーランドトラックと合併し、社名を DAF に変更してオランダ株式市場に上場した。DAF はバス部門を1990年のユナイテッドバス設立に伴い分社化する統計への合理化を図ったが1993年に倒産し、マネジメントバイアウトによって英国内のトラック事業部はレーランドトラックバン事業部は LDV リミテッドとなり、オランダ国内の事業部は新会社、ダフトラックとして再出発した。その後、ダフトラックは1996年にアメリカのパッカーに買収され、パッカーグループの一員として現在に至っている。NV は株式会社の E、オースチンローバーグループから分離して誕生した企業、旧レーランドのトラック事業部に橋を発する。英国内ではレランドダフとして、 その他の国では、ダフとして活動していた。A、ランノバス製造企業の製造部門を統合して、誕生した企業、1993年に倒産し、現在は、VDL グループの VDL バスインターナショナルとなっている。ダフベリアマティックス2013年4月24日、参照、38エムロリオートモビルデモンキー、 カールラリーベース、NL2013 年4月24日参照。42M ロリオートモビルデモンティ、カールラリーベース、NL2013 年4月24日参照。ありがとうございます。